はい、それでは、今回宿泊する、マカティダイヤモンドレジデンシーズのご紹介をしたいと思います。ホテルはね、グリーンベルト湾の真向かいにありますので、入り口も近いですし、非常に便利のいいところになります。これがロビーの様子ですね。 JAL のね、CA さんもね、ここを常宿にされているようで、いつもこのように、ね、ライトの後に見かけます。はい、それではエレベーターで上がってきましたので、今回の部屋の方に向かっていきます。やはりね、5スターホテルということでね、すごく綺麗な、ホテルになっています。はい、こちらがね、部屋の様子ですけど、まあダイニングテーブルがあって、キッチンがね、ついてるホテルなんですよね。で、IH のヒーター。そしてですね、これはウェルカムスナックっていうことで、まあ、ただでね、いただけるスナックになっていますね。はい。で、こちらが、いわゆる浄水器で、まあ、綺麗なね、お水を飲むことが、できます。はい、そしてこちらがですね、ちょっと分かりにくいんですけども、扉を開けるとですね、冷蔵庫になってまして、これもね、ウェルカムドリンクということで、サンミゲルライトが2本、コーラが2本、無料で、提供されます。はい、こちらはね、製氷機の方ですね、まあ、アイスとかね、ちょっとしたね、物を入れておくのに便利ですね。はい、そしてこちらがね、洗濯機ですね。長期でね、滞在する場合にはやっぱりね、ホテルに洗濯機がね、ついてると便利ですよね。はい、そして、奥になりますけれども、ソファーがあって、まあ、そこそこ大型の、テレビが、ありますね。はい。これはまあ、外の様子ですね。はい。はい、そして、ここからは、ベッドルームの方ですね、キングサイズのねベッドが一つあります。奥にねソファーがあって、でね、このベッドルームにもね大きなテレビがあるんでね、寝ながらテレビ見たりね、なかなか快適に過ごせると思います。はい。で、ここにはねデスクもありますのでね、ちょっとラップトップ開いて仕事をするなんていうのもねできるんじゃないかなと。はい。で、奥にクローゼットがあって、はい、そしてこちらは洗面台になりますけれども、まあアメニティもね一通り揃ってますので快適に過ごせると思います。奥はねシャワールームになってまして、バスタブとかね必要な方はねバスタブがある部屋も予約されるといいんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらがね、1階にあるね、ブレックファーストですね、朝食を食べる場所になっています。はい、ベーコンとかね、ハッシュドポテトとか、エッグベネディクト、パンケーキ、ピザ、あとはね、カップケーキのね、食べとかもありますね。はい、あとはブレッドですね、あとクロワッサン、エッグタルト、スコーンもありますね。はい、こちらオムレツとかは焼いてくれますね。はい、あとコーヒーとか、ドリンク類ですね、ジュース。はい、それから、フルーツですね、各種フルーツ。それから、ハムとかお寿司とかですね。はい、そして奥には、サラダ、ヨーグルトなどがあります。はい、こちらはねシリアルとかねオートミールですね。はい、こちらは、フィリピン料理もねありますね、チキンとかねフィッシュとかね、あとこのソーセージのねが美味しかったですね。はい、あとはそうですね、ご飯とかね、
あとね、この日のスープはね、フィッシュチャウダーということでね、とても美味しかったですね。はい、この日のね、朝食はこんな感じでした。そして、夕方にはね、ベントレーなんかも泊まっててね、さすがファイブスターホテルだなって感じですね。はい。はい、そしてホテルのね、宿泊料金ですけれども、シーズンにもね、よると思うんですけれども、今回は、1泊2万円ちょっとですね、合計8泊、今回はしました。